リ・ノボル・カオルは、朝鮮の独立運動家、キリスト教指導者、実業家、教育家。本願は、リ・修理氏。本名は、リ・トラカン。幼名は、昭比。字は、ノボリ・カオル号は、南岡。平安北道定州に生まれる。早くに両親を失い、16歳で、中期商店の店員になった。10年以上にわたって、中期業商、工場経営などで、 多くの財を築き、国内屈指の大実業家にまで上り詰めた。李は、優れた経営者として、工場経営方法の改善に取り組み、労働環境を一新した。従業員の身分や階級にかかわらず、すべての従業員を平等に評価したことにより、工場の生産能率や製品の品質も向上し、さらに事業を拡大させることに成功した。しかし、 国際貿易会社を設立し、世界部隊に進出する計画を立て、韓国では初となる国際投資を試みたが、1904年の日露戦争の勃発により失敗し、破産した。その後は地方へ移り住み、学問の道を探求するようになった。当時は1905年に第二次日韓協約が締結されたり、構想が強制的に退位させられるなど、 国内情勢が混乱している時期にあったのだが、1907年に、平壌で、安正宏の教育振興論に関する演説に、感銘を受けて、生涯を独立運動と民族教育に身を捧げることを決意した。公明義塾と古三学校を開いて、人材育成に尽力し、特に古三学校は、安正宏による体制学校とともに、平安南道における、 民族主義教育の軸となった。続けて、新民会の発起にも参加し、キリスト教に敬するようになったのもこの頃からだったという。1910年には、平壌に、バサンジキ会社を設立した。1911年に、暗楽事件で、チェジュ島に流され、同年9月の105人事件により、平安道におけるキリスト教及び新民会の関係者が多く逮捕され、 刑場へ護送され、4年2ヶ月にわたって、国中生活を送ることとなった。1919年の3.1独立運動の際、キリスト教会代表として、民族代表33人に参加したことにより、懲役3年の刑を受けた。1922年に仮出国となり、1924年に東亜日報の社長に就任した。以降も、理想割りなどとともに、 朝鮮教育協会を設立して、民立大学設立を推進したり、物産奨励運動などを行った。1930年に死去66歳を打つ。死後の1962年に大韓民国政府から建国勲章が授与され、ソウルの子供大公園に銅像が建立された。ありがとうございます。